お前らが鬼神会の出迎えか。若頭が来るって聞いたんだがな。頭純はわしのことや。ただ大手すぐやけど、お別れ言うことになるな。それが西谷の命令か。てっきり本人がやる気なんだと思ってた。親父がその気でもわしらが見過ごせんのや。あの人は近江連合の大幹部やで。あんた相手にすんのは危険すぎる。せやろが、桐生一馬。その男ならもう死んだ。ほな何度でも殺したるわい。よくここが分かったな。俺らもずっと大阪中網張ってましたんで。ここにいる鬼神会みんな湾岸近くのある場所から来ております。多分西谷会長もそこにいるかと。おい待てよ、それが分かってんならここはもう車でずらかりゃいい。ええやないですか。準備運動にはうってつけの雑魚どもや。踊れ、誰が雑魚や。案外ええバディとちゃいます、俺とあんた。それよりいいのか、こんなおっぴらに鬼神会とやり合って。立場上まずいって話だったろ。せやから顔隠してるやないですか。それに西谷会長さえ潰したら、その後はもう誰もうちに文句言えん。短期決戦で行ったらええんですわ、俺とあんたで。鶴野は何と言ってる。西谷の居所掴んだのも、俺をここへ起こしたのも、みんな頭の指示ですわ。今日こそ西谷と蹴りつけたろ言うて。また奴の居所が変わる前にな。そうか。ほな、二人で西谷に痛い込ましてやりましょう。俺の方はいつでも行けますんで。乗ってください。そういえばご存知でしたか、桐生さん。西谷会長は人言派の出です。
人号派。昔東上界に何度も潰されてきた韓国マフィア、その生き残りの荒野メンバーとはチリジリになって、西谷会長も自分の出自を隠し日本人として生きてきた。で、持ち前の力と凶暴さでのし上がってから組にカミングアウトしたんです。まあ近江の中でそのことどうこう言うもんは誰もおらんし、基人会の会長に面と向かって言えるわけもない。日本最大の極道は何人だろうが、いっちゃん強いもんが上に立つんや。なんでそんな話を俺に。あんたも人言派を叩き潰してきた一人やないですか。多分西谷会長はあんたが堂島の竜と知ったんで、えらいハッスルしとるんです。桐生一馬の因縁は一遍死んだぐらいじゃ消えそうもない。他にもボロボロ出てくるんとちゃいます。そん時は何度だって死んでやるさ。それは沖縄の子供たちを守るためちゅうことで。あいつらの話はお前らに関係ねえ。ほっといてもらおう。とんだ失礼を。どうやら仲のいいバディとはいかんようで。あの倉庫の奥にあるのが基人会のアジトです。元は近江連合のフロントが管理してた建物で。お前は初めての場所じゃねえのか。作戦があんなら先に言っといてくれ。お互い小細工は好かんでしょう。西谷会長の部屋はあそこの最上階です。作戦は正面から教える。邪魔する奴はぶちのめす。会長は半殺しにする。他は流れで頼ませよ。悪くねえ作戦だ。だがいいのか。確かに西谷はお前にとって関西極道の鏡だったんだろう。憧れたもんの上を行くんが大人っちゅうもんです。いつまでもガキのまんまじゃあかんやろ。これからやんのが勝ち込みじゃなきゃいいセリフだった。やっと来たかよ桐生。こんだけ人からコケにされたのはいつぶりだ。次は最初から殺す気でやってやる。せいぜい楽しませてくれや鬼人会。せやな上流。ああ行くぞ。
ここがどこだか分かっとるんか、おら！可愛がった後に沈めたるわ。詐欺よって、おれまだまだ暴れとりんの、ガンガン行っとりましょう。なかなかやるみたいやが、ここまでや。Yeah!
ざけんなやボケ、それ以上は生かさへんで。悪いな。ずいぶんえげつないですね。壊れてしもうたか。西谷会長の部屋はこの上です。きっちり半殺しにしておりましょう。火つけとるんは渡瀬組の仲間です。頭のご指示で。鶴野、あいつもここに来てんのか。話は後や。今は火が回りきる前にやることやらな。よく来たなお二人さん。そっちの犯人や。それでごまかせてるつもりかよ、シシド。さすが、英明してますな。どういうつもりだ。俺ら近江の内輪で潰し合ってお前らに何のメリットがある。メリットの話で言うたら、キャッスルはありがたくいただきました。鶴野の頭もお喜びでしたわ。そんなのが目的じゃねえだろ。金なら渡瀬組も十分稼いでる。今さら鬼人会敵に回してまで欲しがるか。しかも桐生一馬が生きてたこととはつながんねえ。なあ桐生、あんたももういいだろ。顔見せてくれよ。やっぱりだ、堂島の竜。なんだよ、あんたが全盛期の時にぶち殺したかったな。シシド、俺一人で行く。お前は手出すな。ええ、お手並み拝見といきますわ。お前桐生とはどういう関係なんだ。シシド、鶴野も一枚噛んでたよな。まさか渡瀬の頭も承知か。どうでもいいだろう、そんなことは。あ、これからあんたを叩き潰す。別に恨みがあるわけじゃない。こいつは仕事だ。だがこの間の喧嘩じゃお互い消化不良だったよな。あんたは俺に負けた気がしてねえようだし、今度は勝てるとさえ思ってる。要はすっきり蹴りがついてね。そうだな、確かにくだらねえ話はどうでもいい。今俺が聞きてえのはお前らの悲鳴だ。いい声で泣けよ。
桐生さん、こっから外に出れます。分かった、低下せ、西谷を連れ出す。そいつはあんたの正体に気づいとるんやで。人言派としての恨みもある。置いてったらいいんや。うるせえ、早くしろ。クソが。そっから非常階段で降りれます。ドア開けて。西谷は俺が。よっしゃ、これで。お前、何を。なんで西谷生かしとるんです。殺した方が楽に決まっとる。だが、するのは。ジャカシ、もう済んだことや。それに、鶴野の頭も全部承知してます。なんだと。するの、てめえ、最初から西谷を殺す気だったな。なんでだ。そこまでやる必要はなかったはずだ。殺す必要はあったんです。そして生かす価値のない男やった、あの西谷っちゅんは。何。昔、俺の射程で組から逃げた若いのがおりましてな、賊上がりで、まだ二十歳くらいのやんちゃ坊主でした。組を無断で抜けるんは確かに重罪や。簡単に許してたら他に示しがつかんけど、相手はガキや。じっと探すふりだけして俺は見逃すつもりやった。何があった。俺が放免したそのガキを西谷はけじめつけなあかん言うてわざわざ見つけ出した。よその組のことやっちゅうのに、どっから聞きつけたんか。多分うちの親父にええ格好したかったんやろ。俺が見逃すつもりなんもみんなお見通しやった。で、知らせを聞いて俺が駆けつけた時にはもう、うん、生爪剥がしたり鼻を削いだり、刺した腹の傷いちいちひで炙って、西谷お気に入りのフルコースが終わりかけのとこやった。もう助かりようもない。そのガキは山に生き埋めにされようとしてた。せやから俺はガキの頭に銃でとどめ刺したった。もう苦しまんで済むように。俺もあの会長にはよういたぶられました。鬼神会の闘技場では試合に勝てんやつ、体弱ったやつはすぐに間引かれる。そん時会長はさっき頭の言うてたフルコースでもてなしてた。生き残るためやったら何でもやるしかありませんでした。せやから俺はつい今さっきのことやのにもう後悔してます。あんな簡単に殺すんやなかった。もっと長いこと時間かけて地獄に送るべきやった。俺は極道を解散させるっちゅう親父の話を聞いてすぐに賛成しました。けどそのわけはあの人らみたいに小難しい理屈やない。極道が滅びなあかん理由は他にもあるんとちゃいまっか。西谷みたいな外道をのさばらせるくらいなら
っとと消えた方がええ。騙し討ちで人に殺しの片棒を担がせた後じゃなきゃもっと説得力があったのかもな。俺らも消えた方がええ人間です。自分だけカッコしてみよう思うても所詮同じ穴のムジナや。よっしゃみんなご苦労やった。鬼人会の頭は潰した。俺らの仕事はここまでや。あとは親父の出所を待つ。ええな。はい